トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。毎週水曜日は世界のツアー情報を中心にお届けしております。今回のテーマは失敗しない海外ツアー選びのコツというテーマでお届けしていきます。最近ですね、海外旅行行かれたいというお問い合わせを非常に多く受けます。そしてですね、通常のツアーとオーダーメイドツアー何が違うんですかという質問も非常に多く受けますので、今回はですね、その違い、そして最後にまとめというテーマでお届けしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずはですね、失敗しないツアー選びのコツ、こちらを5つご案内したいと思います。まずは1つ目ですね、こちらになります。添乗員の有無ということで、よくあるツアーとしましては、ヨーロッパの添乗員付きツアーですね。こちら初めて海外旅行に行かれる方にとっては非常に不安だと思います。そんな場合はですね、ぜひ添乗員さんがついているツアーをお選びになると安心だと思います。そしてですね、こちらの添乗員の有無、こちらを決めた後にですね、2番目というのが最小最高人馬ということで、添乗員付きツアーの場合は最小最高人数というのが決まっております。例えば15人集まらないとツアーとしては再考しません。もしくは6名以上でツアーとして再考します。最も嬉しいのは2名集まればツアーとして再考しますということで、この最小最高人員、人数が少なければ少ないほど再考確率がぐっと上がりますので、添乗員付きツアーの場合最小最高人数、こちらも気にかけてチェックしてみてください。そしてですね、3番目、観光地巡りの数はということで、よくあるツアーとしましては、限られた日数の中で毎日のように観光地を巡るツアーというのも中にはあります。そういうツアーがご希望という方にはとてもいい内容になっていますが、中にはですね、毎日観光地巡りで疲れてしまうという方も見えると思います。そういう時にですね、この観光地がたくさん入りすぎているツアーというのは避けた方がおすすめです。なぜかと言いますと、毎日観光地巡りでまるで移動するのが目的になってしまうということもありますので、程よい観光地巡りというツアーがおすすめです。それではですね、続きまして4番ですね、フリータイムはあるということで、特に添乗員付きツアーの場合ですとフリータイムというのが限られております。もしですね、ご自身がフリータイムでいろいろ行かれたいという場合は、フリータイムがあるコースでないと自分の希望通りの内容にはならなくなってしまいますので、ぜひですね、フリータイムがあるのかどうかというのも合わせてチェックしてみてください。そしてですね、最後5番目、失敗しないツアー選びのコツの5番目、こちらですね、ホテルの連泊あるということで、ホテルはですね、添乗員付きツアーの場合ですといろいろ観光地巡りをします。またいろいろな都市に行きますということで、毎日ですね移動が多い
というのが添乗員付きツアーのポイントになっております。中にはですね、限られた日数の中いろいろな都市に行かれたい、いろいろな観光地に行きたいという方にはおすすめです。ということで、まずですね、失敗しないツアー選びのコツということで5選、まずは覚えておいてください。そしてですね、これからご紹介する内容というのが、この失敗しないツアー選びのコツ、私当てはまっちゃってるという場合はですね、オーダーメイドツアーというツアー形態がありまして、そのオーダーメイドツアーで行くと、今回の失敗しないツアー選びのコツというのを外すことができます。ではですね、オーダーメイドツアーの特徴というのもご紹介したいと思います。まずオーダーメイドツアーと聞くと、どうしても高いというイメージがあると思うんですが、オーダーメイドツアーはですね、早く手配をすればするほどお値打ちになっております。それではですね、オーダーメイドツアーの特徴を合わせてご紹介していきます。それではまず1番目ですね、必要最低限の手配ということで、飛行機、ホテル、送迎といった必要最低限な手配というのがアレンジ可能になります。そしてですね、2番目、最小最高人員というのが1名様からオーダーメイドツアーの場合はアレンジすることが可能です。そしてですね、3番目、観光地巡りの数はとありますが、これがですね、自分のペースでアレンジすることができます。かといってですね、毎日フリータイムですと不安になってしまうという方も見えると思います。そういう場合はですね、ところどころ2日目にオプショナルツアーでどこどこに行く、また5日目にオプショナルツアーでどこどこに行くといった感じで、フリータイムとオプショナルツアーを程よいタイミングでバランスで手配することが可能です。そして4番ですね、4番、フリータイムはあるということで、こちら先ほどのオプショナルツアーとのバランスということで、フリータイム、もしフリータイム好きな方はもう自分のペースで毎日フリータイム、そしてショッピング、あと日数によってはですね、列車でどこか郊外に行ったりとかという、もう自分に合わせた過ごし方ができます。そして最後5番目ですね、5番目、連泊はあるのということですが、こちらもちろん可能です。なぜならば最小最高人員というのが1名様からできますので、自分の過ごしたいスタイルに合わせて連泊というのはもちろん可能です。そしてですね、今最もお問い合わせが多いのが、ヨーロッパのオーダーメイドツアーというのが最も多いです。オーダーメイドツアーの場合はですね、人気都市というのがバルセロナ、パリ、そしてイタリアという具合にですね、この3カ国行かれる方が今非常に増えております。ただ今年はですね、パリオリンピックの影響もありまして、バルセロナプラスイタリアという組み合わせが増えております。それでは最後のですね、まとめということで、今回ですね、失敗しない海外ツアー選びのコツというテーマをご案内してきました。こちらはですね、一概に添乗員さん付きツアーがおすすめですよ
もしくはオーダーメイドツアーがおすすめですよというわけではなく、ご自身のですね旅行スタイルに合わせて添乗員がついてた方がいいのか、もしくは自分たちでアレンジできるオーダーメイドツアーがいいのかというところをまずは決めて、それから添乗員付きツアーかオーダーメイドツアーか選ばれることをお勧めします。ということで、今回の動画が少しでも役に立ったよという方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。